ラーシー線は、ラーの5つの路線のうちの1つである。総延長1 8 7キロメートルで2番目に長い路線である。パリ都市圏を貫通し、多数の分岐線を有する。シー線は、1979年に、東部方面への近郊列車の発着駅であった旧オルセイ駅と西部方面への近郊列車が運転される、セーヌ川佐岩線の発着駅であったアンバリット駅が、 地下新線で接続され、東西の直通運転によって運行を開始した。1979年から段階的に開業したが、当初はサガン支線と呼ばれた。1980年以降、公式にラーシー線とされた。サガン線はベルサイユを支点とし、セーヌ川に沿ってアンバリットへ至る路線である。北方への支線はセーヌ川を横切り、内環状線。 プティト・サンチュールの北西部に合流し、パリ郊外北西部に通じ、ポントワーズへ向かう。行き先の分岐が一番複雑な路線で、西には C1 のポントワーズ、C5 のベルサイユイコールシャトー、そして C7 のサンカンアンイブリの3方面に、そして東には C2 のマッシー・パレゾー、C4 のドゥルダン・ラ・フォレー、C6 のサンバルテン・デ・タンプ、 そして南部を迂回する形で C8 のベルサイユシャンティエに合流する4方面の合計7方面に分けられている。C3 は C1 のエルモン・オーボンヌで分かれてアルジャントゥイユへ向かう路線であったが、エルモン・オーボンヌ、アルジャントゥイユ間はサンラザール駅始発のトランジリアン J 線に組み込まれ、ラーとしては2006年10月に廃止された。C3 は C1 の途中駅、 モンティボーシャンまでの列車に当てられている、路線図、ありがとうございます。